Oh!
Hold on higher! 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 Hold on higher!
Team in.
さあ、こんばんは。川島でございます。さあ、なんかボードに2017年って書いてありますけど全然違いますねもう3年前3年前ですけどさあ、2020年の1月の17日、さあ、第147回、四季の細道やってまいりますさあ、開幕が、今日はですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11人、さあ、開幕、ワンピー側がドカタさん、ドカタさん、ツーピーはセロテープさん、セロテープさん、はい、よろしくお願いします。セロモンドさん、あ、どうも、山本です、こんばんは。さあ、セロテープホンダ、さあ、ドカタ流、いきなりですねさあ、いきなり試練が来ましたね、お互いにホンダ流はね、お互いにいきなり試練ですよね。さあ、玉よけをまずね、玉あるだけで辛いって言いますからね、本田さんは。そうですね、江戸さんね、うわっと昇竜が刺さる。死んだんじゃない死にましたねさあ、玉よけでね、もうなんか集中力のね、6割、7割ぐらい使ってる感じですね。そうですね、は、うん、はめれるかどうかですからね。そうね、飛んで触れるかどうかですね本田の置き攻め、飛んでいく土方さんさあ、岡間蹴り食らわない。あー、大一丁、大一丁入ってる。さあ、上、さあ、それっぽい動きを見せていくが、ここは適当に飛んでしまったさあ、なんか漏れてる、なんか光っている漏れてる
っかり押してしまった感じ。終わったかなこれ。削り。あーっと最後の爪が甘かった。いやドスコイしてしまった。さあ思い切って。いや波動拳。どかたり勝利。さあまたしても試練。またしてもいきなり試練。入っていくのは 2P がクレジンさんのダルシム。竜ダルシムはね、ほんと竜が難しいと思いますよ。ちょっと近い気がしたが、竜は飛んじゃダメですからね。ああここはさあ安いが、安いが確実。痛いぞこれは。しっかりガード。よっぽどじゃないとどこ当たり厳しいぞ。弱取りちゃんと適当に打ってしまった。これはインフェルダメなやつ。頑張ればあれ竜巻入れね、裏に逃げ れるか、うん、何も出さなかったら手前落ちいけたかもしれないですよね。あーどうだかな。竜はねダメですよね、うん、剣だけなのかな。竜と剣違うんですよねその辺の。あれ外部だどうでしょう。キャラによってね、いけたりいけなかった。そう入り込めるキャラと入り込めないキャラがいるんで、さあここは勝利当たらない。さあドカタさんグイグイ行くが、さあジャックドリルワンミスで死ねるぞ俺は。あのジャックドリ落としたいですね。そうっすね。あーいやスラスト、ここはスラスト、これはしょうがない、見てから間に合わない。さあ、クレジンさん勝利で、金子さん、金子 DJ ですね。金子、あれ、チュンリー、金子チュンリー、金子チュンリー、金チュンここにいた。さあ1キャラ目チュンリーでしたね。これはしょうがない。しかし金子チュンリー地上メインなので、さあまあでも普段ねガイル使ってるんで、タメキャラは得意なはず。さあ画面端でじっとしている。今の飛び落としたのはすごかったですね。さあ画面端はねダルシム結構チャンスで、あそこはガンガン行かないといけないんですけどね。おおチョップが出る。さあ戦列が溜まってしまうと状況は一変。さあ今のは落としづらいドリル。さあここはなんか漏れて、さあ戦列安い。さあ中パン中パン台形投げる。さあ最後は投げ、しょうがないですね。もうあの距離だと投げ返すしかないですもんね、ダルシム。そうですね、ダルシム頑張ればね、チュンリーよりほんのちょっとだけ投げ前広いらしいので。あ、そうなんすか。長いですね、ダルシムの方が広いんだ。はい、それ意外。さあ、見えない見えない。さあ、よくわからないぞ。あ、深すぎた。あっと逆に出してしまった。お、テンション出すな。高いが、あー燃える、燃えてる。さあこれはインフェルノ光っておしまい。しっかりインフェルノ出てますね。さあ開幕、さあダルシムから仕掛けていく。さあピオリッチ今気候圏か百列どっちでもピオってましたね。そうですね、ピオリッチでしたね。さあファイアーモード、ここからファイアーモードだが、あっとちょっと足の長さが足りなかった。じゃあ次はこれですね。次が川島さんですね。川島さんは解禁、 DJ 解禁解禁、帰ってきた。できん、できん、帰ってきた、できん。いやいやいや、ゆるいできんですからね。さあチュンリー DJ どうなるこの組み合わせ。やっぱチュンリー有利なのかな、やっぱりっていうところ。しかし弾は届かないぞ。お、弾を踏ませていく。あっ3段出てる。これは死んでしまった。できる。さあ2回拾って死ねと言ったがまだ死なない。いや死んだか、
死んだ。ついに本性を表したカシム DJ。 さあカシム DJ を倒すのは誰なんだ。金子チュンリーがいけるのか。戦列を誘っていたがバレていた。しかししっかり落としていく。さあお見合いになってゲージは溜まっているので、おっ、ジャックに拾う。ちょっとボタンを押してしまった形。さあ入っていくのが白龍、白龍、たくさんの龍。ちょっと龍使いが多いということでね、今日はね。さあ DJ 龍なので、この飛びをどこまで必要経費として抑えれるか。おっと飛びが通ったが状況あまり変わらず。さあ見えないめくり。おっと竜巻着地置いてある。いやーいい扉、ジャックで拾って竜巻で逃げたがごちゃらせた。起き上がり重ねられるのを嫌って、しかしちょっと波動を打ちすぎた。さあ続いてヒロポンさん、ヒロポンさんです。さあヒロポンさんは、ヒロポンさんも竜なのかな今日。お、ダルシム、ヒロポンダルシム、ヒロシム、これはやばい、意外とやばいぞこれ。ファイヤーモード、ガイルと同じと考えるとだいぶ DJ やばい、組み合わせがやばい。2回飛んでいく。うわ、歩きカーニバル、きっちり誘ってった。お、なんだなんだ、またファイアーモード。おっと、しかしジャック、さあスライディングとソバット相打ち、踏まない。 DJ なんか踏みそうで踏まないんですよね球を。さあやばいぞ、画面端だ、出している。さあ今度はドリルに対してマシンガン、体力は余裕がなくなってきたぞ。おっと踏んでいる。あーっとスラか、ジャックスラかな、投げか今、しゃがんでいた。さあ、カワシム DJ 勝利で、続いてエクスパーさん、エクスパー竜、これ昇竜ないとでも厳しい組み合わせですよね。竜の昇竜がなくはないなくはない。エクスパー竜の昇竜があるかどうかですよね。竜は昇竜ありますね。さあお互い溜まった、打ち合っていく、派手に打ち合えないぞ。しかしさっきからエクスパー竜は全部青い球だ、たまに赤い球。お、なんだ、波動対空の前を読んでいるぞこの人。あーっと
なんか後半になってファイヤーが出てきた。さあちょっと川島 DJ 嫌な感じになってきてるぞ。しかし釣って落としていく、しっかりガード。竜巻空達で越したところジャック。さあ竜巻をガードしてしっかり。さあめぐり竜巻が入る。スライディングに空達ってだいぶ低い位置に当たってますね。おっと伝統のアッパーで落としていくが、ある、中ゴス、おっと中ゴス波動強引にいった。エクスパリュー勝利。あ、こんばんは、セロテープです。さあ連勝中のエクスパーに今2ピアに入ったのがほぼ山本さん。開幕静かな立ち上がりから玉の打ち合い、お互いゲージを貯めにいってる感じですね。さあ画面を押しているのは龍、足で真空も使う、この思い切りの良さ。さあ戦列ももう使う、お互い1ラウンド2回ぐらいは貯めようという腹ですね。鎖骨ファイヤー踏んで、ちょっと飛んだのを見てからバックジャンパー微妙。さあ打ち合ってゲージを立たせて、さあ大ゴス大ゴス竜巻からの真空、まともに当たる。今スピニングバード何か出したのかもしれないですね、ちょっと見えなかったんですけど。足に今度は追われているのがエクスパー側、めくりから投げて竜巻で壁は脱出。さあゲージを立たせてこっから投げ、昇竜竜巻かぶせて行ったり来たり、アッパーで落として真空で削って、さあ最後は時間が減ってるところで竜巻置いておく。はい、というわけでエクスパーさん連勝中。歌舞伎くんのフェロン、初段劣化剣の1段目と2段目だけで削っていく。さあ真剣で抜けたが残念、安かった。いけるか、あっあっ、いろいろあっいろいろあった、いろいろあったが最後はエクスパーの大足払い。15スさあ、さあ、3ラウンド目何も近づかせず。さあ、そこでディオンさんかな。いやー、見事なフェロンさばきでした。もうちょっとでしたね。惜しいところでした。
さあディオンさんはベガ、しかし今日はサクサクと進んでいくぞ。これといって長引く試合はない。あれこれあれじゃないですか、エクスパーさんもしかしてベガがあんまり得意ではないとかそんな感じですかね。しかし昇竜入れている、投げる、さあ真空削ってって中ボス、あっと逆転したが、いやー中足、画面端が逆に地獄。おっとエクスパーアッパーを潰した、さあ気をつけたいところ、ヘッドプレス、今の波動は見ていた。さあサイコがバックジャンプに当たって、さあ画面端、おっとサイコ強サイコで逃げれる、さあマリオパンチ3発、真空まで行って5ヒット、しかしナイトメア、おっとな暗い投げか、ここで勇気ある行動ね。さあエクスパーさんモリモリ連勝中で、おっとここで2周目か、2周目入った、セロテープさんがここはもうあのキャラを選んでいるに違いない、あのキャラですね、あのキャラ、爪の生えた、そうそう爪の生えたスペイン忍者、うっかりボタンを押しそうになるからカーソル合わせるのやめといた方がいいですよ本当に本当に、これさあ緑残にセロテープ、おっと謎の怪しい動きで、しかし画面端で取った、陣地は取った、ちょっと押されている、ダブラリダブラリ、さあ陣地は取ったぞ、竜巻読みのダブラリなのか、おっと危ない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 、しっかりガードしている、しかし生波動、あそっかエクスパーさんはファイヤーあんまないけど、ダブラリ、おっとしかし竜巻は落とせなかったが2発目の波動に当たる、これはラッキー、さあ謎の空対空があるぞエクスパーには、さあ画面端入れ替わった、これはつらいか、しかしハウスは出来上がらず、危ない昇竜で割り込みを、おっと大パンのごとく、あっとダイエット失敗、あーっとしゃがんでしまった、中キックだったみたいですね、ジャンプ中キック出っ放しになってましたね。さあここでエクスパさんの連勝が止まらない、ドカタさんの竜、
さあ開幕波動打ち合って、昇龍出るぞ、こっちも出るぞ、リバサは出るんです、リバサは。さあ気をつけたいところ、3段いった、真空に3段通した。さあ立ち中パンチ対空、最近強いという噂の、さあロケッティア、あれですね、そういえば最近YouTube へ上げてもらってるね、何でしたっけ、いろんなね名試合をねキャラクター変えて動画作ってくれてる方いましてね、結構ツイッターで話題になってましたね。さあ波動打ち合いで手前落ち投げ、これはちょっと土方流もびっくり。さあまた真空ドンピシャ飛んだが、その後を考えてない可能性がある。さあ当然、さあ削って、大足刈り取る、遅らせ遅らせですね、2回遅らせましたね。見えてきた見えてきた、この男、感謝で大足払いを実行している。さあ入ってくのはクレジーさんのダルシム、ここまで角型流。これは飛んではダメ、波動も打ちすぎてはダメ、じゃあ何をすればいいんだと。空達も当然ダメ。さあ残り0ドット、1ドットあるか、しかしすぐ取り、これは何をするべきなんだと、竜としては。そうですね、まずは真空を貯める、まずは真空を貯める、波動は一発、お、うまい、しかしドリルに昇龍なり弱パンなりが欲しいところだ。さあインフェルノは手前落ちでガード、手前落ちじゃない、手前でガード。さあ大足払いをあんまり振ると危ないぞ、空振りしすぎると。さあ溜めた真空でなんとかしたいところだが、スラストが早すぎる。さあ入っていくのが金子さんのガイルかな、あ DJ だ、これはさっきと同じ組み合わせ。ダルシム DJ、 DJ はそうっすね、うまいこと飛び通していくしかないっすね。これしかしファイヤーモードがちょっと強力だぞこれ。さあどうする、しかし DJ の飛びってそんなに密着じゃなければ単発で終わるので怖くはない。とりあえずファイヤーモードで前を開けるべきなのかな。さあこれ打ち合っていれば多分時間は消費できますね。さあここ接触したところで、お投げピオ、あーっとヨガフレームにカーニバルが入っていった。さあ怪しい感じだったが
金子 DJ 勝利。続いてハクさんがキャミー、ハクキャミー。ハッキャミーならなんとかなるのでは？ならないのか？なると思われる。さあフーリガン、おっ、お釣りが入る。めくりが怖いところ。スパイラルアロー、しっかりあのね、誘いには乗らなかったっすね。今ね、下から行きましたね。あれ上行ってたら死んでましたね。お、めくりはキャノンで逃げれる。逃げれるのか。スラをキャノンスパイクしようとしている気がする。しかしフーリガン投げ。さあヒロポンさん、続きヒロポンさんです。さあハッキャミ勝利で、はい、ヒロポンさんがバイソン。これは後ろで拍手していくよ、エリュー。俺は暴力で押制したいところ。殴るか殴るかで攻撃するしかないバイソン。さあしかしちょっと気まずい状況になってしまった。中足だけで殺されている。これはやばい、バイソンが残機化してしまった。フーリガン、おっとダッシュストレート。フーリガンちょっといやらしい。これはごちごちもうループせず、ヘッドもガード、危ない。やっと投げだ。先ほどのフーリガンがあったため、さあハッキャミ勝利。ちょっとあれですね、手は出せなかった形、逆にそこを投げられる。そして川島ザンギ、イメージを固めていきたいところ。さあ足払い刺さったが、これは厳しいぞザンギ。お、飛びが通った。手前でキャノン見逃さなかった。お、上から行った。これはいいぞ。おっとフリが戻していく。ダイエットスクリュー、まさかの川島さんに勝利。あれ、あ、歌舞伎くんさん、歌舞伎くんさん、さあ、川島ザンギにほぼ山本龍ですね。今日山本さんは順序が逆なんですね。先がチュンリー、後が龍。開幕走って、2回走ったがこれはやりすぎ。さあ中足とゲージを貯めつつ、体力はいい勝負。さあ竜巻当てて置き攻め、上から、おっと大ゴスにダブラリが、めくりに昇竜出したが頭突きが間に合って、1ラウンド目は川島さんぎ。竜巻当てて置き攻めでゲージを稼ぐ。
さあ、ガードしてしまうが無傷。立ち台系体育かなり機能しますね。さあ、クライスクリューから竜巻、めくりがまともに入ってラウンド取り返す。さあ、もんでこっから、おっと、昇竜は、さあ、川島端から逃がさない。ダブラリロー、さあ、今の FAB っぽかったが最後はスクリュー。さあ、続いて歌舞伎さん。さあ、残儀戦をやりたすぎて入ってきた歌舞伎さん、もうね、勇み足が素晴らしいですね。やる気で、しかしおわおわいけるのか。今ちょっと完全に起き上がりに重なってたぞ。お、おわおわいっている、強気だぞ。さあ、強気オアでこのまま行くのか。お、ピオラセタ、しかし、おっと、きっちり3段。さあ、ここからが危ない、ここからが危ない。さあ、逃げ切れるのか。やっちまった感じだが、おっと、脱出、ヘッドで脱出。歌舞伎くんさん、大佐の勝利。さすがバイソン使い、やはりね、未来からやってきたね、ボクサーマシーンとして。さあ、さあ、バイソンでザンギアを倒したが、フォークはどうなんだ。お、往復、往復オアで短波から脱出ストレートか。お、ダッシュアッパーちゃんと見えている。チクチク止められはしたが、最後はグランド。さあ、ゴチゴチいって、コンドルが刺さる、コンドルがメリコンドル。さあ、さあ、場内がなぜか見ている。さあ、できあるんすかこれ。さあ、逃げる、捕まりたくないところ、短波で削って、しかしトマホーク冷静アッパー出ましたね今。しゃがみ強 P。 さあ、最後のプレイヤーがエクスパーさんかな。さあ、エクスパーさんはまた竜なのかな。そうだな、また竜。さあ、エクスパー竜が謎のポーズ。しかし、ちょっとバイソンは結構ニカさんにダメ出しをされていたところがある。しかし、エクスパースタイルはさすがといったところですね。あまり大ダメージをもらっていない。ナイス中足。しかし、確定のクレイジーが入っていた。ファイヤーじゃないとあれは厳しいですね。
さあもうこれはもう歌舞伎区のね有利区間ランプが光りっぱなしですよね。さあ上から、うん、暗い投げ、おっと波動に熱くなった、まだ大丈夫まだ大丈夫、2回飛んだがエクスパッパー、いやー出ているぞここでクレイジーがボタンを押していた。さあ歌舞伎くん勝利なんで、歌舞伎くんさんが何勝目ですか今。3勝なのでセロテープさん、またセロテープさん大好きなザンギ戦ホンダで言っとくホンダ、こんなにザンギとやりたがってるのにホンダド S ですね。さあザンギをきっちり選んでくれた、一周回って起き上がり重ねちゃってる気がするんですけど気のせいですかね。ちょっと遅らせなのかなあれ。あっと手先に当たる、しかし何もなかった、上から行ったが何もなかった。さあヘッドゴチゴチ来た、うおっとグランド足払い出すのを読んでいた、足払い払いですね。さあわわまた行って、おこれリバサで吸えないタイミングなんだ、やっぱり一瞬遅らせている。今スクリュースカリポーズ見えましたね。さあタンパ、ジャックパン連打してたところにタンパで突っ込んでいく。さあドカタさん、ドカタさんおられますか、ドカタさん、あのクレジットはいいです、そのままあのエントリーした2キャラどちらかで、あ今日竜ですね、今日も竜ですね、ザンギいなかったっすね。さあ竜バイソン、またしてもこれは有利区間だぞ、ここで回収していきたいところ。しかし土方竜もやっている感じだぞ、あまり波動を打たない。さあ近づいていく、感謝の足払いが、しかし飛びにはやはりヘッド、これは許さんぞとばかり、開幕波動にヘッド、さあ暴力中はかなりでもガード固めてますねしかし感謝で足払いに対してクレイジーが合わさる。さあ続いてクレイジーさん、おそういえばこの組み合わせ明日ですかね、明後日、1月19日日曜日、かぐさんこの組み合わせで、あのダルシムのね強い方とイベントをやるということで、負けた方が何でしたっけ、全裸でしたっけ、あそういうルールじゃない、なるほど。さあちょっと歌舞伎くんさんのペースが崩れてしまった、なことはないぞと。しかしクレイジーが入ってまだ終わらないので、インフェルノなんとなく出してみた、さあ空中飛んで相打ち OK。 さあここで歌舞伎くんさんが1抜け6勝で、2位がエクスパリュー、3位がカーシム DJ なのでサドンデス、
サドンデスアリー、あ、サドンデスじゃない、ごめんなさい。決勝、決勝に決めるための2位決めですね。2位決め。2決めです。さあ、さあ、エクスパリュート、川島 DJ、 一度ね、出禁になったほどのね、実力を持ちますからね。三先ですね、三先。リベンジ、リベンジ。あれ、先ほど当たってるんでしたっけ、直接。あ、カーシムさんが、そっか。死んでるんですよね、まさか。やはりね、これね、昇竜拳があるかないかですよね。大事なのは。さあ、1試合目は川島 DJ が取って、さあ、ピヨっている。カーニバルが入って。さあ、このまま2試合目も行かれちゃうのか。さあ、必死にアッパーで落としていくものの、さあ、画面端どうなる、どうなる。あっと、バックジャンプ踏んでいる。さあ、立て付け2勝。さあ、最後になってしまうのか。さあ、エクスパ謎のルーティーンから3ラウンド目。さあ、投げる、投げる、まさかの投げから投げ、なるほどですね。さあ、ジャック、今回は2度目は拾わなかった。おっと、なんかいろいろ当たって、あーっと、スライディング入って、川島 DJ3 連勝、リベンジ、川島リベンジ成功。さあ、これ、あれですね、2位は川島さんとなりまして、お疲れ様です。で、1位、単独トップの川島、あ、ごめんなさい、単独トップの歌舞伎くんバイソンと決勝ということで、あれ、歌舞伎くんバイソンは 2P を選んだ、川島 DJ が 1P。 さあ、これ何でしたっけ、 V ゴールじゃなくて出てこない、アドバンシングじゃなくて何でしたっけ、何でしたっけ、
なんとか的なルールなので、バイソンの歌舞伎くんが単独1位の歌舞伎くんがアドバンテージを一つ持っている。これ何でしたっけと思ってこの公式もやっとも、あ、クライマックス、クライマックス的なやつですね。思い出しました。最近物忘れが激しいほぼ山本。さあ一勝先に取られた状態からの川シム DJ が3連勝、まあまあ3勝しないと優勝だな。いおっとおつやない、お互いガード危ないところ、うわっとダッシュストレートに飛び蹴りが入ってる。というわけで川シム DJ が勝利。これで両者1-1、イーブンなところからということで、ところからじゃないですね、イーブンになりました。さあクライマックスルール、名称が今一つ思い出せない、クライマックスシリーズルール、長いですね。さあめくりはしっかりガード、さあ上げ上げでいきたいと思いますが、さあ暗いゴチゴチ短パン、そしてヘッドで貫通と、これは素晴らしい。一切攻撃の手を休めることなく、おっとこれはいいのを見つけた感じだぞ。しゃがみジャックパンからの投げ、あ、しかしさすがにもうやりすぎた感ある、やりすぎ注意。そしてラウンド取り返す、おっとマシンガンたまに出すぞこのマシンガン。さあおっとダッシュアッパー見ていた、空中を見ていた、しっかり。さあピッタンコ、クレイジーピッタンコ光っていた。さあ、歌舞伎君が2勝でリーチとなりまして、歌舞伎君さんはカーシムさんが入っていく、カーシム DJ が入っていく、お、なんだ、あ、DJ がやられたからか、ステージチェンジ、お風呂屋さんになった。さあ投げで大幅減ったが、おクレイジー引っかかっている、お、できるよでしっかり抜けたジャックを、しかし再びジャック、開幕ヘッド、なんだなんだなんだ、お互い後ろから当たったような感じ、同じ方向に飛んでいた。いろいろあってごちゃってごちごちしているのは歌舞伎バイソン。おっとおっと光って、危ないところ危ないところ、ヘッドで抜けた。さあリーチ、歌舞伎バイソンリーチ、ラウンドリーチまでいった。さあお風呂屋さんの決着どうなる。さあ見合って、あっと高め、高め高尾だ。お互いにじみ寄っていくが、おっとパンチが引っかかっての、川島 DJ が勝利。お互いリーチだぞこれ、クレイジーためがなかった、なるほどノークレイジー。さあヘッド短波で削っていく、お、ヒット、
さあめくりはしっかりガロラが投げないぞ。あっとヘッドでよかった気がしたが怪しい匂い棒。さあ再び歌舞伎ボクサーリーチ、ボクサーマシン歌舞伎君リーチだが、あっとめくりが入っている。しゃがんじゃダメよ。さあ川島 DJ も取り返す。お互いリーチのラウンドだ。さあどちらの手に。さあめくりを食らっていたが危ない。投げた。食らい投げ。やはり川島 DJ デキンの強さだった。ここで見せつけた。いやー危なかったですね。はい、おめでとうございます。はい、すいません、川島です。あ、 DJ バイソンね、ちょっと DJ 有利になれるみたいですけどね。まだまだ俺は密着だとそうっすね。うん、バイソン戦ね、下手くそなんでね、なんかね、めくりに行く必要ないんですよね、本当はね。そうっすね、めくりに行くと結構すかされてゴチゴチされるのが結構ね、はいはい、よく見る絵ですよね。そうですね、ゴチゴチを嫌ですからね。さっきのエアスラ打って、ヘッドとかで飛ばせて落とす、なんかを取る。そうそうですね、歩いてスライディングとか歩いて投げに行くとか。でも失敗した時のリスクはでかいですよね、バイソン相手に飛ばせて落とすは。そうでもない。まあエアスラが打てる瞬間があれば、その時点で、クレイジーがなければ DJ 有利なんで。あ、なるほど。それを何回も繰り返すって感じですね。クレイジーがない前提か。そうですね、なかなかエアスラーに対して、バイソンが相打ちでオア、ね、相打ち取るの難しいと思うんで。そうですね、まあバイソンとしてはどうですかね。ダイパンが届く距離まで行ってエアスラー出際を潰してって感じですか。お、ドスコイをしっかり見ている。あれドスコイダメ抜けちゃうんですね。ここぞとばかりにね出してみたみたいな。いやー、やっぱり DJ ダメですかね、できんすかねこれね。ちょっとね格が違いますね。いやいやいや、まあまあ、そんなことない。いや、他の人が DJ 戦できてないっていうのも含みますけども、やっぱちょっと完成度が高いっすよ。まあ、俺がなんで DJ 使うかっていうと、いろんなキャラと、はい、結構面白い駆け引きをしながら戦えるキャラだからですね。そうっすね、まあダルシムに対してはしょうがないところはあるんですけど、まあでもダルシム側も結構ね、リスクあるんで、まあ、リスクある行動を取らないようにダルシム側は頑張るしかないんですけど、まあワンチャンでダルシム死ぬんでね、これね。そうなんですよね、 DJ そうワンチャンで殺せる可能性があるんですよね、そうなんですよ、結構それが恐ろしいところです ね、はい。というわけで本日1月17日式の細道、優勝は川島さんということで。はい、すいません DJ で、はい、すいませんでした。ありがとうございました。あさって19日日曜日、歌舞伎さんとのバイソンと、鈴鹿さんの歌舞伎くんさんでしょ、歌舞伎くんさん。あれもうね舌が回んなくなってくるんですけど歌舞伎くんさん、失礼いたしました、歌舞伎くんさんのバイソンと、鈴鹿さんのダルシムということで、術先小物道ですかね、がありますということで。鈴鹿はねバイソン戦うまいんでね。なるほど。ファイヤーモードにならなければ、まあ、バイソンにも勝機があると。なるほど、ファイヤーモードになっちゃうと、ね、抜けるのがね大変なんですよね、はいはいはい、バイソン。そういうことですよね。あ、まあ、楽しみ。さっきもちょっとそんな感じでしたよね。ダルシムですね。クレイジーがない状態でファイヤーモードになるのが一番やばいんで、はい、そうですよね、そこをなんとか逆に言えばダルシム側はそういう状況を作り出すっていう、クレイジーを試させないでファイヤーモードにいかに持っていくかっていう感じ、いかに近づかせないかってところですよね。そうですね、お、逆戦だぞこれ、逆戦。さあ今セロテープさんと歌舞伎くんですね、もりもりやっている。さあじゃあこの辺で、すいません、ダルシムでした、はい、どうもありがとうございました。
ー